ロストマネー・イツアリの報酬は2018年のアメリカ合衆国のスリラー映画。当初、妻たちの落とし前のタイトルで日本公開を予定してたが中止となり、現在のタイトルでデジタル配信とディスク発売となったスティーブ・マック・イーン監督がアカデミー作品賞を受賞した、それでも夜は明けるの次回作として手掛けた。共同脚本はゴーンガールの著者で映画化の際には、 脚本を執筆したギリアン・フリン。主演はビオラ・デイビス。共演はミシェル・ロドリゲス、エリザベス・デビッキ、シンシア・エリボ、コリン・ファレル、ブライアン・タイリー、ヘンリー、ダニエル・カルーヤ、ジャッキー・ウィーバー、キャリー・クーン、ロバート・デューバル、ディアム・ニーソン。舞台は現代のシカゴ、4人の強盗犯が強盗の失敗により死亡する。彼らが盗み出した金が、 黒人議員、ジャマール・マニングの選挙資金だったため、彼らの妻であるベロニカ、リンダ、アリスが落とし前をつけるように脅迫される。ジャマールの弟のジャテームによりベロニカたちの友人に次々と被害が及ぶ中、ベロニカは亡くなった夫の残したメッセージからある計画を立てる。それは、ジャマールのライバル議員のジャック・マリガンから金を強奪することだった。 カッコ内は日本語吹き替え2015年3月27日にスティーブ・マック・イーンが監督を務めギリアン・フリンとマック・イーンが脚本を務める新作映画の制作が発表された。制作当初はジェニファー・ローレンスが出演する予定だったがスケジュール上の関係から降板した。2016年9月27日にビオラ・デイビスがキャストに加わった。 2016年11月10日、シンシア・エリボがキャストに加わった。2017年1月13日、アンドレ・ホランドがキャストに加わるための交渉に入った。2017年2月、エリザベス・デビッキ、ミシェル・ロドリゲス、ダニエル・カルヤがキャストに加わった。2017年3月、リーアム・ニーソンがキャストに加わった。2017年4月、コリン・ファレル、 ロバート・ディバルがキャストに加わった。2017年5月、ギャレット・ディラハント、ジャッキー・ウィーバー、マヌエル・ガルシアル・ルフォ、ルーカス・ハースがキャストに加わった。2017年6月、キャリー・クーンがキャストに加わった。2017年8月、マイケル・ハーニー、ジョン・バーン・サルがキャストに加わった。主要な撮影は2017年5月から開始した。 ロッテントマトズには389件のレビューがあり、批評価支持率は91%、平均点は10点満点で8.1点となっている。サイト側による批評家の意見の要約は、ロストマネーイツアリの報酬は娯楽映画ではあるが、強いメッセージ性を混ぜ合わせることに成功した強烈なスリラー映画となっている。日本では2019年4月に、 劇場公開予定だったが、その後、ある女流作家の罪と罰,と罰と共に公開注意をされ、タイトルを妻たちの落とし前から、ロストマネーに変更し、ビデオスルーとなることが発表された。ありがとうございます。